きょう午前、記念すべき入場者となったのは宮城県から初めて名古屋を訪れたという家族です、8が並ぶ数字は縁起がいい、8という漢字が名古屋の師匠にも用いられていることから歓迎を受け、この家族には本丸御殿の障壁画集などが贈られました名古屋城には今年度、およそ200万人が訪れたということです。